今回はカミュが主人公ですね。不思議な相棒？ほら、ここはどこだろ命の大使で魔王のやつが俺だけが助かった。いや、そんなはずはない。きっとあいつらもどこかで なんか牢屋に閉じ込められてる？どうやら俺はどこぞの牢屋にぶち込まれちまったらしいな。脱出しようにもこの体じゃ結構損傷されてますね。負傷されてる。ここは魔物たちのアジトだよ。ん？おお、ホイミン。こいついつの間に俺の背後に。心配しないで、僕悪い魔物じゃないよ。かわいい。それより君怪我してるみたいだね。僕が治してあげるよ。お、ホイミン使ってくれた。痛みが収まってる。いや、そんな驚くことじゃないですよ。急に現れやがって。何者だお前は。なんで名前僕ホミリン。ホミリン、よろしくね。ホミリンか。いや、名前じゃなくてだな。あ、そうじゃないんだ。何を聞いたの。お前が悪いやつじゃないってんなら聞きたいことがある。俺の仲間をどこかで見なかったか。君の仲間？うん、見てないよ。このアジトにいる人間は君だけさ。ここどこだろうね。そっか、会いたい人がいるんだね。じゃあこんなとこからは早く出なきゃ。ほら、こっちこっち。出してくれんの？えい！え？ホイミの力で開けた？どういうこと？扉を開きやがった。チェ、何なんだ。変な魔物だぜ。うわ、魔物ちゃんいいね。とはいえ、あいつの呪文は役に立ちそうだし、ひとまず一緒に行くしかないか。うん。いや、ホイミスライムはほんと癒しよ、仲間のホイミスライムは。そういえば捕まってた時に武器や荷物を取られなかった？実はさっきそこでこれを見つけたんだ。もしかして君の荷物じゃないかな。お、ありがてえ、お前なかなかやるな。おお、なるほどね。これで道具が元に戻ったわけだ。ホミリン。ねえねえ。はい。さあ、今先進んでみようよ。もし戦いになったら僕も呪文で応援するからさ。応援してくれんのか。いいねいいね。でもなんか、え？なんかキラーマシーンいるぞ。わわわわわわ、戦うか。メタルハンター。かっこいいの来たぞ。ホイミンがいるから、ホミリンか。ちょっとじゃあ、どうしようかな。バイパーファングでもやってあげようか。こいつでどうだ？効かないか、毒。眠りとかの方が効くかな。バイキルト！え？めっちゃ強！バイキルト使えるの強っ！スリーブダガー。あー、結構強いね。やっつけた！終わったね。響いてる声が。え、ここはなん？マグナージと最深部？ここは通れないんだ。じゃあちょっと少しずつ探索していこうかな。パカ、鋼の剣。あ、この音楽懐かしい。これは4だったかな。なんか魔物いるね。右から行こうか。うわあ、これは、これはこれは宝箱がいっぱいだね。開けてみようよ。いや待て、あのわざとらしい宝箱の並び、もしかすると本命はどれか一つで、その他はそれを隠すための罠かもしれねえ。え、そんなことわかるの？すごいや。まあ盗賊の勘ってやつさ、用心しておいた方がいいと思うぜ。絶対ね、これはね、どれか罠だよね。じゃあ全部開けるんだけどね。ここから行こう。はい、一食い箱でした。
やっていこう。絶対逃げられないやつね、これね。スリープダガーで眠らせられるか。くらいな。ひ、眠れないか。いて。お、ワイキュートいいね。ありがとう、ありがとう。かわいいな。ちょっと癒される。あばや。まだ倒れないか。あー、やめてくれ。おめえには効かなかった。オッケー。うわー、強い。わ、ベホーム。ナイス、強すぎる。負ける気がしないぜ。くらいな。よし、見つけた。まあ、亀にザキやられたら終わりだよね。スキルの種もらえるからやっていこう。え、これこれかい。本命これかい。こっちは、はいはい、得意箱だった。あと3つ全部一食い箱でしょ。倒していくよ。はい、やっつけた。スキルの種にゲット。あ、ここもなんだ。アジトの扉の鍵、1個だけじゃなかった。当たり。こっちか、本命は。何かの鍵だよね、きっと。大事なものに違いないよ。あ、そうだな、どこかで使えないか探してみるとするか。どっかで使えるね。あ、手前かな。あ、ここも。あ、バタフライだが、まあ、もらった武器は今のやつにはかなわないから、このままでいいや。こっちかな。あ、鍵開いた。こうして地下から脱出しようとしてると、あいつと一緒にデルカダールの地下牢から脱獄した時を思い出す。そうだね、懐かしいね。あいつは無事だろうか。今頃どこに。あいつ、ふーん、君には大切な誰かがいるみたいだね。そうだね、相棒だから。まあな、いろいろあったからな。さ、行こうぜ。神と主人公の友情好きなんだよね。いるね。でもなんかこっちからさ、影が見えたんだけど、なんか喋ってる。こっちになんか誰かいたんだけど。あー、なるほどね。あそこ通り抜けると、なんか、あ、喋れるんだ。ボル、なぜ人間がここにいるんだ。ボル、あ、お前脱獄したボルか。このことがガリンガ様にバレたらおいらお仕置きされるんだ。ボル、お前を倒せ、牢屋に送ってやる。ボル、え、結局戦闘。マジか、逃げられないし。ドラリフォーマー、ドラキーマーか。いやー、どうするかな。道具じゃないや。とりあえずまあスリープダガーをゴボルトからやろう。わっ、カウンター、頑張って。じゃね、スリープダガーよりね、普通に攻撃した方が強いんだね、きっと。これで、えいえい、これ2回攻撃できるから、これで強い。いくよ。アリホー、あ、いいねいいね。これでドラキーマー2回攻撃して、キラビアス強っ。やっつけた。勝ったぞ。こういろんなモンスターに話しかけていくと、これとかもう戦闘になっちゃうとね。あ、いるね、この人話しかけられない。あー、なるほどね。まあ一人とりあえず戦ったので、あ、あ、むむむむ、気をつけて、この先に強そうな魔物が2匹いるみたい。急にどうしたんだ。まあ用心しておくか。オメリンは一体何者なんだろうね。牢屋に入れられてたから、もともと敵なんかな、このアジトの魔物たちよりは。あ、ね、僕の言った通り、魔物が2匹この先にいるでしょ。うん、いたね。確かにな。オミリン、かわいい。おい、聞いたか。我らが蛇竜軍王ガリンガ様のご活躍を。蛇竜軍王。おお、聞いたとも。あの忌々しい神の民どもの里をついに攻め落としたそうだな。神の民だって。神の民、聞いたこともねえな。一体何のことだ。ま、今はそんなことをゆっくり考えてる場合じゃねえか。何にせよ
あいつらは邪魔だな。そうだね。ねえ、だったらこういうのはどう？カシャ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 。かわいい。何するんだ？大変だ、大変だよ。お、一芝居打ってる。うん？どうした？何があったんだ？おい、ちょっと待て。こんなやつここでは見たことないぞ。うん、するとやつめ。はっ！なるほど。なぜここに？不意打ち。そんなあっさりと。やったね、カミュウ。うん。ん？名前。今お前、俺の名前を？お前にはいろいろ聞きたいが、今はそれどころじゃないか。さ、行くぜ。オミリン何者なんだろう。うん、レッツゴー。気になるな。なんかちょっと、なんだろうね、可愛いんだけどちょっと怪しいよね。右と左で分かれている。これは内側から鍵がかかってる。じゃあこっちしか行けないんだ。ねえねえ、さっきの作戦うまくいったね。あっという間に魔物を倒すなんて神は強いんだね。さあこの調子で先へ進もう。何が起きてもさっきみたいに力を合わせればきっとなんとかなるよ。かわいい。話せる仲間がいるってのはいいね。あ、何？なんだ、何よ。あ、うわ、魔物がいっぱいいる。強そう。うわ、怖っ。おいおい、マジかよ。さすがにあいつら全員を倒すのは厳しそうだ。ち、どうするか。ねえ、どうしようね。もう、そんなことでどうするの？可愛い妹さんのためにもビビってなんかいられないよ。可愛い妹さん？どういうことだ？なぜ俺に妹がいることまでお前が知っている？それにあいつはもう。妹さんどうしたの？おかしいな。前に君が言ってた気がしたけど。前に俺が言ってただと？お前とはここで初めて会っただろ。とにかく今は脱出することに集中しなきゃ。どこかに別の道がないか探してみようよ。なんか前に会ったことあるっぽいね、ホメリ。なんだよ、はぐらかしやがって。お前に言われなくても分かってるさ。俺のしぶとさを甘く見るなよ。なんかもう謎の二人同士って感じだね。神も何かあるし。うわぁ、大広間に出てましたか。お、落ちそう。落ちないか。わ、なんか全然、え、先、ここから先に行けそうだね。はい、行ってみよう。この先で何が待ってるか分からないが、いつまでもここにいてもしょうがねえしな。よし、行ってみるか。大広間は関係ないのかな。脱出する、うわぁ、何？脱出するのが先決だからね。なんかいる。戦ってみるか。うわ、はぐれメタル出るん？やるぞ。神だけめっちゃレベル、あ、そうだよね。はい、せや。神だけレベルめっちゃ上がるじゃんって言う間もなく逃げてったわ。頑張って。はい、楽勝楽勝。やっつけた。俺たちの勝ちだ。オミリンのバイキルトが強いね。神にバイキルトかけると結構強いな。あ、何これ。おお。あ、女神像がいる。セーブしよう。あっ、全開させてくれるの嬉しいね。あ、ここはこうなってるんだ。太古の遺構だって。なんかキラキラしてんね。うん、何何、なんか下に行った。爆弾岩みたいなのいる。スマイルロックか。戦ったことあるからいっか、別に。もうまたなんかこんなのあって。今度どこ行くの。うわ、なんか像があったぞ今。
なんか迷いそう。ああ、動く石像がいる。癒しそう。わわわわ。で、今度はここの円盤に行くと。どこ行くの？めっちゃ進むじゃん。え？正解ルート？やば、正解ルート来ちゃった。え？ちょっとこれ後で行こう。あ、これ上行けるわけじゃないんだ、別に。これで下にしか行けないんだ。じゃあそこでよかったじゃん。なんだ、進んでよかったんだ。ほい、戻ってきました。この先に進もう。仕掛け前、怖っ。何ここ？これもさっきのと同じ仕掛けだよね。でも今は動いてないみたい。どうしちゃったのかな。動いてないんだ、これは。押すんじゃない？ふんふん、なるほど。なんか、何？なんか書いてあるの分かるの？うん、大丈夫、壊れてない。魔力を注げばまた動くようになるはずだよ。なんでわかるの？僕ならなんとかできるかも。試してみるからちょっと待っててね。なんでも屋さんじゃん。すごいな、ホミリン。なんでもできちゃうね。お、動いた。光ってますね。おい、見つけたぞ。脱獄した例の人間どもだ。増援の部隊をこっちに回せ。見つかった。うわ、めっちゃ来るじゃん。ち、追ってかよ。いちいち相手にしてられねえ。まだ動かねえのか。パワーは魔力を注ぎ終えるにはもう少し時間が必要だよ。お願い、それまで僕を守って。魔力を注ぎながら喋ってる、すごい。あれはもう、すごいな。え、これ全員と戦うの？もうなんか待ってくれてるし。お前を逃がすなど、逃がすなと命令を受けてるんだ。無駄な抵抗はやめて、おとなしく捕まっちゃいな。あれ、一人で相手すんの？ブーメラン、ドグランに入れときゃよかった。気をつけて。ちょっと、ジバリか。特攻敵一体か、これ。とりあえずやるしかないか。バイキルトもないしね。メラミ、やば。これはまずいぞ。もう地道に倒していくしかない。おお、まずはオコボルトから倒そう。先に HP の低そうなのから。ディバインスペル呪文耐性ね、下げられちゃった。メラミやられると痛い。はい、オコボルト倒しました。あ、ヒョダルコ、これはきつい。とりあえず倒しちゃって。いやー、待って。あ、ベホメやってくれんかい。ホミリン回復だけやってくれんだ。いや、きつ。おい、オッケー。あ、まだ倒せない。うぅ、60強いね。で、私元に戻りました。オッケー。ほい、オッケー。終わりだ、終わりだ。お、なんか落としてた。魔法の聖水、よし。あ、回復してくれるの、ありがとう。はいはい、ちょっと道具で、あれも装備袋、鏡のブーブメランを神に渡して、おー、薬草と入れ替え、あ、ブラッドピック、まあいいや。はい、あ、装備しちゃった、いいや。これで OK かな。で、道具にはキラペースもあるね。 OK、 これで。チュルル、どうやって抜け出したかは知らんが、こんなところに逃げ込んでいたとはな。
ズタボロになるまで痛めつけて再び牢屋に入れてくれるわ。シャー、はい、魔物の群れが現れました。とりあえずちょっとブーメランの状態で攻撃してみよう。あー、うっえ、ブーメランでも、そら、あー、そうだよね、よかったよかった。全体でも平均26か。普通にキラーピアスで強っやった方がいい気がする。ちょっと装備戻そう。キラーピアスで戦った方が効率いい。ちゃちゃちゃ、え、そう、え、装備できないの。あ、装備装備装備、これ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 、あ、びっくりした、戦闘中に装備変えられないのかと思った。こっちでもうこうした方がいい、こっちの方が効率はいいはず。一気にゾーン来た。ホイミンが背後で魔法使って魔力を注いでますね。もっと、はい、よし、ね、キラーベースの方が強いな。回復はどうなんだろう。ホミリンがホミリンってちょっとホイミンとちょっと母音がかぶってて、あ、オッケーオッケー、回復してくれた、ナイス。ウルバイパーも倒しました。やっつけた、終わりだ。なんかもっとさ違う名前にしてほしかったな、ホミリンじゃなくてお、万能薬やった。道具さ、あ、道具ちゃんと、あ、道具袋、そうだね、こっちに入っちゃうよね。道具袋、万能薬を渡して、よし、オッケー。あ、もう使わないと思うけど。人間目上がったところで無駄だぞ。俺たちだけじゃなく騒ぎを聞きつけた連中が間もなく次々とやってくるだろうぜ。だが心配するのは貴様だぞ。増援の部隊を待つまでもなくこの俺様が乗してやるかやるよ。ボンガー、ボンガー、ボボンガー、なるほどね、ボボンガーって名前だからか。気をつけて。いや、もう周りの魔物たちはさ倒されたというのにすごい余裕だよね。ボボンガーだけ HP 高いかな。ちょっと呪文でジバリカ、ジバリカやってみようか。ジバリカ、これでね、ジバリカというね、火炎陣を、火炎陣じゃないな、いて、なんだろう、土属性の魔法陣らしい。これでね、毎ターン攻撃してくれるから、こうやって強いんだね、これ実は。わ、息を大きく吸い込んだ。次が何来るかだね。あ、倒した倒した、よし、よかった、やっつけた。俺を甘く見るなよ。おお、めっちゃもらえる経験値、特約層。終わったかな。よしよしよし、あ、やっぱ閉じるんだそこ。急げ神谷、早く乗るんだ。やったー、魔力が注ぎ終わったよ。さあ神谷、これに乗って逃げよう。おい、逃げよう。わー、来た、バイバーイ。こういう仕掛けにしたら、お前やるじゃないか。えへへ、それほどでも、僕を守ってくれた君のおかげだよ。またさっきとは違う部屋に来たね。先に続く道を探してみようよ。はい。うわー、なんかすごい宝って、なんかね、なんか宝物庫がいっぱい。あう、はい、キヨさん種、ここは普通にあれっぽいね。なんだろうね、ここは。はやてのリング、なんか遺跡っぽいけど。じゃあ、まあこの先に進みたいんですけど、この先でね、何かありそうなんで、今回はこの辺で終了しようかな。中途半端だったら申し訳ないけど。いや、ホメリンとちょっとね、謎の魔軍のアジトでね、いろいろ旅してたんだけど、この先には何が待ち受けているのか、
ドキドキするね。最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画もぜひ見てください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。それ